8月18日日曜日、時計の針は午後2時を回りました。ウィークエンドミックス第2部のお時間です。先ほど第1部は ABSFM スタジオよりお届けしておりましたが、第2部は伊賀市の方にお邪魔しております。本日ですね、伊賀市上野銀座通り、本町通り、中野建町通り周辺にて行われております市民夏のにぎわいフェスタ会場より、この後午後3時まで1時間たっぷり情報をお届けしてまいりたいと思います。朝から体験されている方、遊ばれている方もたくさんいらっしゃると思いますが、はい、そのあたりいかがですか？そうですね、やっぱり自分自身が考えていた以上に、多くのお客さんにご参加いただいているので、やっぱりとてもありがたく感じてますし、やっぱり最後終わるまで、この調子が続けばなと思いますので、ぜひご参加いただければと、思います。皆さんこんにちは、市民夏のにぎわいフェスタ2019の、事務局を担当しております上野商工会議所の小松です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ小松さん、本日この市民夏のにぎわいフェスタ、非常にいいお天気のもと、快晴のもとでの開催となりましたが、朝からの様子ご覧になっていていかがですか？そうですね、大変快晴に恵まれまして、非常にちょっと気温の高いね、皆さんちょっと熱中症にだけ、対策だけしっかりしていただけたらと思います。そうですね、おかげさまで大変にぎやかに、この、市民夏のにぎわいフェスタは、子どもからお年寄りまで、来る人すべてが、一日楽しく遊べる空間をテーマに、歩行者天国となる、銀座通り、それから、こちらの本町通りを、中心に、開催をしております。それで、ステージなんですけれども、この会場内に4箇所ステージを設けさせていただいて、それぞれよさこいですとか、踊りだったり、音楽の演奏や、あとはキャラクターショーなんかも、イベントを開催しております。こちらはですね、地域で活動されている団体さんを中心に、迫力あるパフォーマンスをお楽しみいただけるようになっております。なるほど。いや本当に盛りだくさんで、ステージもね、かなりこれ充実しているのがこのイベントの特徴でもありますよね。私たち琉球国祭り太鼓は、沖縄に本部を持って、で日本全国、海外にも支部持ってます、で今総勢2600名ほどいまして、で三重支部としては、県内各地の、ボランティア、慰問だったりとか、あとはお祭り、夏祭り、でこういう地域のイベントに、呼ばれて参加しています。どうですか？皆さんは何をされてるんですか？チアダンスをしています。チアダンスのチーム名は伊賀FC くのいちブラストです。伊賀FC くのいちブラストの皆さんということで、今日ですね、このステージの方でまたパフォーマンスをされるということなんですけれども、今日ステージではどんな曲とダンスを披露されたんでしょうか？元気で明るい曲もありますし、かっこいい曲もあります。元気で明るい曲もかっこいい曲もいろいろと交えながらね、パフォーマンスの方を披露してくれたということなんですけれども、なんか今手元にこれあるのはボールじゃないですか？サッカーボールです、ボールがあるということはやっちゃいますか？やっちゃいますか、じゃあちょっとだけせっかくですから、パフォーマンスを見せていただきたいと思います。ごめんなさい、ラジオの方にはねちょっと伝わらないので申し訳ないんですけれども、よければ映像をご覧いただきたいと思います。リフティングで今ね、これ普段は音楽に合わせながらですねやっていくんですが、リフティングもう本当に片足ずつですね、うまくやりながら足をボール上げてる間にぐるぐるっと回したりとか、背中に乗せてボールを前から後ろへとかね、肩を使って足元に下ろす、いやすごい、おっと、さあ魚釣りしながら、あ、素晴らしい、ありがとうございます。ちょっと見てもらったら分かるんですけど、この大きな巨大滑り台と、あとこの大きな巨大空気砲っていうことで、子どもさんに楽しんでもらうためにさせていただいてます、コロナ魂日はとにかくなんかスケールの大きなものが、そうですね、この巨大滑り台の方も高さ7メートルぐらいあるって聞いてますんで、高さ7メートルですか、子どもさんも上へ登ったら怖くて滑るなっていう子も逆に高すぎて、っていう子も出てきてます。なるほど、じゃその辺のちょっとスリルも味わっていただきつつ、楽しんでもらえたらなと思います、